まっちゃん、おはよう。おはよう。あいちゃんくんもおはよう。あいちゃんくんおはよう。今日なんか寒いね、外は。部屋は暖かいけど。部屋はね、あの、移動にしといた寒かったから。ぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんちゃんね、足を動かしたのに、起きちゃったの。ぽんちゃん。ジャンク。ジャン君が脇の下というか腕の上で、腕枕か、腕枕になっています。ジャン君、はい、いいね。ジャン君、ジャン君、猫の日なのでお父ちゃんとラブラブしています。2022年2月22日。にゃん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 。猫の日だよ、ジャン君。ぽんちゃんもおいでよ、ジャン。さっきまでぽんちゃんと仲良くしてたのね、ジャン君ね。また際でね。はい、いいね、ジャン君。ポンちゃん、アップで撮ったら、あ、ポンちゃんはアップにしましょうか。ちょっと遠いですね。これ右手で、あれ、右手だとよくわかりません。ここか、あ、ここだ。はい、ポンちゃん、おお、近くになった。ぽんちゃん、今日は猫の日だからね。その顔、ぽんちゃん、こっちおいでよ。ぽんちゃん、足の上乗ってもいいよ。はい、おり、戦わずしてなのか。ジャン君、ぽんちゃん、すっごい見てるよ。ジャン君が見てるよ。にゃん。ぽんちゃん。ポンちゃんの場合さ、ここにくっつく量とここの量がほぼほぼ同じなんだね。こっちの方が多いくらいかな。結局つかずに
お尻にたまるのね。じゃあ左側はもうだいぶやったので右やりませんか。逆、はい、ワンちゃん逆、いや、ああ、反対側向いてやん。さ、ここへどうぞ。はい。はい、どうぞ。うり。はい。パンちゃん。こっち頭、ここ頭。はい、で。毛が落ちたね。これなしがいいですか？よいしょ。その状態で、あ、いいね、いいね、いいです、いいです。逆逆逆、ここ大事、足こっち出して、ね、右側全然やってないから、ああ、ジャン君、ジャン君もやろうか。ちょっとここにいっぱい毛が溜まったから掃除機で取ろうか。あ、戻ったんですか。あのですね、こっちはもう綺麗なのよ、君。わかる。こっち、こっち、こっち。はい、こっち。はい。はい、こちら。あれ。そうなの。こっちがいいの。なんかポジションあるんだよね。この状態でできるかな。まあいいか。尻尾、これイラついてる？喜んでる？どっち？わかんないね。王様の王冠のベッド届きました。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。爪とぎだよ。あ、爪とぎなのね。爪とぎベッドだね、きっとね。はい、こうやってこんな風に、こんな風に、こんな風になっております。順番に出して使う感じでしょうか。ワンクール1週間ずつ出すとかね。ありがとうございます。この段ボールだと詰めとくんだよね。これがなかなか研がなくてね、
1回だけ、あ、ちょっとビってなってるのがポンちゃんがちょい研ぎしました。そして、ここの部分はね結構人気があってみんな寝るんだけど、そうなのね、なかなかね。そしてこちらはまだビニールかぶってるので、ね、後で、開封しておきます。これはねちゃんくんの、うん、あのちょっと早いけど誕生日プレゼントだそうです。きゃー、3月だもんね、この人です。よかったね、誕生日3月おめでとう。まだだよ、まだだよ、あと1ヶ月がだよ。はい、ということでママからもですかね。これは猫の日、あ、今日は猫の日で2022年2月22日、時間は今4時2分、4時2分じゃダメ、2時22分に見なきゃいけなかったね。あ、すいません、ビニールです。すいません、すいません、ちょっとこれは開かないや、あとでね、うん、はい、ということでこのカエル、カエルくん、ジャン君が投げるのにちょうど良さそうだなと思って、うん、ガシガシ噛みそうだしね、そうそう、やっとニップ突き出す。あ、これちょっと外してみよう、ジャン君が、うい、はい、これカエルくんだよ、どうかな。あ、ポンちゃんも、ポンちゃんも興味津々。そしてで、2人のあの新しい首輪、首輪、そう、最近買っていなかったので、赤系はポンちゃん、これパンちゃんで、あともう1これがジャン君で、はい、これ本当は緑なんだけど、ね、緑っぽいのと、うん、青のしましまと、あと お尻で踏まれちゃった。2人にポンちゃんとジャン君、黄色がポンちゃんで、コーンがジャン君なんだけど、これは何かというと、はい、なんかオリジナルらしくて、ルアー、お魚のルアーなのね。で、なんかお魚が可愛いなと思って、ってこと、ね、そうそう、はいはい、お揃いで色違いにしてみました。いろんな柄を思いつくもんだね。そうだね。ポンちゃん、ポンちゃんも気になるな、うん、じゃあこれも開けて、うん、ちょっとあげましょう。食べかな。よいしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。アイシャミ落としちゃった。ごめんね、ポンちゃん。じゃあ、投げるよ。あれ、なんかポンちゃんの方気に入ってる？そうだね。ポンちゃん気に入ると、ジャン君はちょっと遠慮するところがあります。あとでいいもんっていうのはね。お兄ちゃんだからね。この紙は敷いといた方がいいのかな。粉が、ここに紙が敷いてついてるのね。下に。これこのまま、紙ついたまました方が。よいしょ。よいしょ。いったかな？あ、ちょっとへこんじゃった。ごめんなさい。ビュッて。はい。これも、薄状にできるってことなんだね。最近流行りなのかな。はい、どうぞ。はい。あ、カエルを探してる。こっちに、こっちに置きます。どうですか？ポンちゃん。じゃあまたたびキャットニップ系は必ず食いつくね、うん、ん？どうした？爪も研ぎたいけどキャットニップも気になるし、うん、何がしたいのポンちゃん、うん、落ち着いちゃうの、はい、落ち着きました。囲まれてると落ち着いちゃうんだね。そうな頃ね、爪研がないんだね、すぐはね。じゃあ割って入ってみる。入っていいよ、ちゃんくん。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。それからこれそのうち帰るね、帰るね。
外ではオスプレイが飛んでいます。はい、ジャンク。どういうことね。なるほど。あれ寝るのかい、ジャンくん。とかあったかいんだよね。そっか。どうすか、カエルくんと爪とぎ、うん、ちょっとじゃれたよ。どポンちゃんが無理無理乗ろうとしています。ポンちゃんのチャレンジジャン君ごとあもう無理だったね。はい、残念。あれダメだったね。はい、ジャン君。うん、ジャン君のこのお手手がかわいいの。あ、なくなっちゃった。